新しいアイデアの考案、そして製造、さらにサービスの提供においてもそれを維持することがキーポイントになるでしょう。日本よりもヨーロッパよりも我々は努力するのです。そして彼らも同じように努力するでしょう。このような競争こそ我々が将来目指す姿だと思います。スキンさんの信頼にもかかわらず、私の会社に陰りが見えてきたのです。アメリカが私の予想を超える多額の出費を重ねてきたのです。本格的なインフレーションが起こりそうですし、金利が上昇しました。私の会社でも労働者側と大きな話し合いを何度か持たなければならない事態に陥りました。そして窮地に立たされたのです。あなたは自分自身の失敗を政府のせいにしているようですね。日本ではオートメーション化が盛んに行われ、品質の高い製品をより低いコストで製造しているんです。もしこの競争に再びチャレンジしようと思うなら、まず工場をオートメーション化し、会社の方針を全く変えなければなりません。世界で最も低いコストで可能な限り高品質の製品を生み出す環境を作り出すんです。いや、おっしゃる通りです。私は失敗しました。そして今危機を迎えています。絶対にしません。辞めさせることはありえません。 10% の人を切ることは残りの 90% の人に不安を抱かせます。従業員に不安感を抱かせないためにも決してすべきではありません。ジャクソンさん、あなたはどう考え、私は少数派でそれには反対です。アメリカ経済で最も素晴らしいことの一つはリベラルなシステムです。イギリスでは自由で柔軟な経済構造ている問題がどんなに深刻かご存じないでしょう。私の会社は想像以上の悪い状況であると私とマネージャーたちは気づいたの。私は皆さんが過去の視点でこの状況を見ているんだと思います。現実や将来はないがしろにされているんではないですか。将来会社は労働コストを元にした競争でなく、どれだけ優秀な人を雇えるかの競争になるはずです。それは教育システムが互いに競争することなんです。アメリカは日本とヨーロッパの教育システムと競争するようになります。賃金は全く無関係なんです。アメリカをどう見ていますか。その質問は違うでしょう。会社はまた違った質問をしてしまって。いいえ、私が言うのは国ではなくて、初めに私に旅をさせるし、200万円あげましたよ。払ったんですから質問に答えてください。アメリカは世界のリーダーなんですか。素晴らしい国です。しかし将来は国ではなく会社同士の競争が繰り広げられると思いますよ。国対国の競争ではなくなるでしょう。ですから日本対アメリカという視点からどちらを選ぶかというあなたの質問は妥当ではないと言っているのです。将来はビジネスを地球規模で考え、顧客を大事にし、3つの世界市場にまたがって仕事をする企業が勝者となります。だからどの国にも勝つチャンスはあるんです。すると1990年代のアメリカの州や日本の県では会社の旗に対して敬礼するのですか。はい、そうです。残念ながら政府などは世界的に衰退する産業です。そうなっていきます。1990年代に限って言えば